皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回はドラゴンズドグマ2のソサポーンの魅力と構成を紹介します。現在ポーンジョブの上位はソーサラはあまり注目されてませんが、実際構成と運用方法次第トップクラスの強さも発揮できます。そして他の魅力も、魔女子を愛する方ぜひご覧くださいね。本動画バッチコンプリート、ノーマランドの提供でお送りいたします。現在ポーの人気ジョブはやはりウォーリアとメイジです。でも実際ソーサラも構成次第それ相当の実力を発揮できます。まず実力から見てみよう。注目するのはやはりギャサリングフレア、多くの場合はトップの火力となります。単体運用の時火力はいいですが、なかなか出したい時出してくれない。進化を発揮するにはやはり各社も一緒に使うこと。 A はプレイヤーの魔法をかぶってきますので、成功すれば必殺のダブルフレアが達成となります。またプレイヤーのフレアが使えない時間で補佐で入れることもあります。フレアの中心に立ち回るパーティーにとってまさにソサコの腕の見せ所です。あとは大魔法2種、実はこの2種類だけでも十分恐ろしいです。特にメテオフォル、どんな敵でも1回出されたら積みまで持っていけます。竜巻も悪くないが基本メテオの方が優秀ですが、敵の種類によって竜巻の方が効くケースもあります。そして両者とも大範囲攻撃なので、すばしこい雑魚戦の場合まとめて掃除してくれるのもありがたい。でもこの2種の大魔法の影響時間はあまりにも長いので、効果を最大するには装備の要求が出てきます。うん、以上が実力面ですが、実はもう一つの魅力があります。それがエロ装備です。なんとソサコの装備できるエロ装備もポンジョブの中でトップクラス。これとかこれとかこれとか、強さだけでなく目の保養面においても優秀なジョブです。ジーブにとって最終的にビスチェにたどり着くですが、気分転換にも有用かな。うん、でもソサコ5人気になれば自分のポンドの強豪が増えて雇用成績がさらに悪くなりますね。バッチも完成したソサコです。よかったらぜひやっとってね。では次、おすすめのソサコ構成を紹介します。まずは装備ですね。アクセサリー以外基本要求しません。武器は数字の一番の装備を選んで、防具は見た目で結構でしょうが、アクセサリーは瞬影が必須です。効果は影響値が 25% カットですので、もともと影響時間の長い大魔法においてカットした時間も最大級です。で、習得はこの洞窟の攻略ですね。中の宝箱で習得でき、洞窟さえ特定すれば問題ないでしょう。ちなみにダブル搭載は効果ありません。こちらは検証済みです。おそらく特殊効果系は重複しないでしょう。もう一つの解雇が素影があります。瞬影まだない時の代用がメインですね。次はスキルとアプリティ構成ですね。スキルは大魔法とフレアの他にブリザードをおすすめします。威力はちょっと微妙ですが、その範囲はまさに魅力的です。瞬影もつければ影響時間が早く、小回りもかなり効きます。他の3種の弱点を見事に補います。弱点属性攻めは諦めましょう。ちなみに瞬影をつけば竜巻とブリザードが同時存在の場合もあります。まあ実用性はともかく、なんか同時存在の胸熱さですね。アプリティ構成はこんな感じ。攻撃系は30しか増加しないので使いません。他は基本スタミナ重視でいきます。大魔法の使用はスタミナ結構食いますので、スタミナの強化は手数を増やす一方、小回りもある程度強化できます。余った枠は防御面強化でいいでしょう。これも弱点ですからね。これで強いソサコの構成となります。でも進化を発揮するにはフレア運用を中心するパーティーが一番いいですね。
ここでちょっと問題点を話します。やはり AI ですね。本作の AI、ソーサラーとの相性正直めっちゃ悪い。映像時間の短い明治はともかく、ソーサラーになるとなんか挙動がおかしい時たびたび目撃できます。まずは映像の途中でキャンセル、目標が死んだ、攻撃が来て避けるためで中断することはありますが、時に本当に何故か謎の銃弾となります。大魔法映像中これが起きたら本当に痛い。また敵から離れる挙動がありますが、それも障害物に当たるとやはりと言えるべきか時に永久移動モードに入ります。こうなるとほぼ欠員状態となりますね。時々とはいえ発生したら結構致命的です。そして逆に何故か大型的に未着して通常攻撃します。これが一番謎じゃないかな。離れたところならまだ理解できますが、まあこれらの事象を見るとおそらくポーの AI は共通の部分が多いだと思います。ジョボへの最適化はあまり知ってないので、こういう問題行動が起きることになったでしょう。発売からすでに3週超え、そしてラグ問題も改善する必要があり、 AI 強化するにしても相当遅くなるでしょう。 DLC と合わせて出るのかな。操作項だけでなくジョブの AI 最適化せずに願います。以上がドラゴンズドグマ2の操作項の魅力の紹介でございます。装備を要求しますが十分な強さを持ち、外見においてもいい装備を持っています。まだ魔女校という属性もまさしく魅力的な響きですね。まあ役割的にはやはり明治とウォーリアあたりが強いですが、メインがそちらの場合、うちの創作をよろしくね。セクシー魔女子を求む方、ぜひ参考してみてね。他に感想や補足がございましたら、ぜひコメントまで。では、本動画はここまで。他の動画もご覧いただければ、さらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。今日も良い日になりそうですわね。